モニカラジオ。皆さんおつもに、キリガヤ東海役の菅田ひなです。皆さんおつもに、広町ななみ役西尾優香です。この番組は私たち2人が番組を通して様々な企画にチャレンジしながらバンドとしての絆を結んでいき、輝く景色にたどり着くために成長していく番組です。はい、これは成長の道なんですか？そう、成長してたどり着こうとしているあ、なるほど、ぐにゃぐにゃ道でも頑張るよって。頑張るよって、ありがとう。はい、なんと、うん、今日は、4月27日ということで、うん、もう少しでゴールデンウィークですね。イエーイ。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしになるのでしょうか？ね、早い人だともうゴールデンウィークですみたいな人もいるかもしれない、うん、いいですね。何したいかな。なんか11連休ぐらいうまくいけばあるらしいよ、うん、すごいね。すごいよね、11日だよ。 11? 何したい？なんかやりたいことつきそうじゃない？まあね、うん、どっか行くかぐらいの気持ちにはなりそうだよね、うん、引きこもってたらちょっとしんどくなってくるかもね。そう、家で11連休は大変そう。うん、大変そう、うん、でも11連休あったらもうなんか実家に帰りたいぐらいの気分だけどね。あー、なるほどね、うん、だってお盆ぐらいのなんか確かにあるじゃん、うんうん、ね、だからいいなとか思いつつ、うんうんうん、どうやって過ごそうかなと考えている今日この頃、うん、そして、木曜日かっこ昭和の日でございますけれども、はい、なんとですね、こちらはゴールデンウィーク突入の日なんですか？あ、それがゴールデンウィークは公開日じゃない公開日だと思ったおやって思ったわ今劇場版バンドリーエピソードオブロゼリア1約束も公開中ということで、うん、なんかゴールデンウィークってもともと映画を見る期間だったらしいよ、うん、ね、さっき初めて知った。そう、初めて知った私も、うん、なんでね、ぜひ皆さんもこの機会を逃さずぜひぜひチェックしてください。見に行ってくださいね。見てね。そしてハッシュタグモニラジをつけてツイッターでつぶやいてください。私たちも見に行きます。はーい、はーい、それでは始めていきましょう。バンドリーガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、今回もスタート。この番組はバンドリーガールズバンドパーティーの提供でお送りします。改めまして、菅田ひなです。西尾優香です。ここからはですね、皆さんから届いたメールを紹介します。まずはラジオネームコンパクの白玉さん、ありがとう、ありがとうございます。おゆちゃん、おひなさん、おつまに、おつまに。約5ヶ月ぶりのモルフォニカの新楽曲ソノーラスの追加、おめでとうございます。ありがとうございます。何度もプレイさせていただきました、うん、デイライトのようなかっこよさ、ブルームブルームのような美しさがうまく調和していて、でも聴いていると落ち着くような楽曲で、またマシロン過去アマネスさんの声、楽器隊のハモリ、楽器の音色、全てが美しく響いていてとても好きな楽曲です。またイベントストーリーの調和と変化のアナリーゼは、お塩さんの過去や、これはルイさんのことですかね、うんうん、はい、とお塩さんとロゼリアのリンコちゃんが幼馴染だったという衝撃の実が明らかになり、うん、お塩さんのために奮闘する4人がとても微笑ましく、またそれぞれがお互いのことをしっかり分析していて、仲間のことを分かっている部分ではモニカの絆の変化を感じ取ることができて心が打たれました、うん、モニカの皆さんもアフレコやレコーディングをして思ったことがあると思うのですが、ぜひソノーラス調和と変化のアナリーゼの感想を教えてください。はーい、ありがとう。約5ヶ月ぶりなんだね。ね、思った。うん、なんか CD の発売がさ、今年の頭だったから、あったね、うん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 、あれでもそれで考えてももう3、4ヶ月ぐらい経つ。意外と時が経つのは早いんですよ、ね、確かに。いや、なんですかね、ソノーラス、うん、ソノーラス、まあ綺麗な曲だよねそうね、なんか今までのモニカ曲とはまた違う、なバラードじゃないけど、そういうバラードを聴いてるような気持ちになる。そうだね、こうやって聴いてる感じ、うん、ってね、でまあね、すごいバイオリンが美しい感じで、うん、なんだっけ、これもうこの頃には結構みんなもやり込んでくれている時期なのかしらね、うんうんうん、トーコがいけるいみたいな感じで言った、うん、セリフを言った記憶があるんですけど、もうほんとやっぱりバイオリンの音色を聞くといけるいって思いますね息およささんみたいな実際にそうそう、まあ、いつも持ってんだけどバイオリンソロが来ると
多分この曲すごい思うんだろうなと思って、うんうん、ね、綺麗な曲ですよね。ね、本当いっぱいやってほしいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次おゆちゃんお願いします。はい、ラジオネームドームランさん、ありがとうございます。ありがとう。すぐたさん、にしおさん、おつもにおつもに、おつもに。そろそろ新生活シーズンも終わったので引っ越しを考えています、うん、そこで今度の新居ではグッズを飾る場所を作りたいなと思っているのですが、いいですね、お二人は自宅ではグッズや本、CD などはどのように保管しているのでしょうか。ぜひ参考までに教えてほしいです。なるほど、うん、なるほど。どうしてる？テレビ台にめっちゃ飾ってる。本？あ、グッズ？グッズ、グッズね、アクスターとかを、はい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 、なんかテレビがこうあったらこの前にブワーって並んである。うちもある。あ、やっぱり一番飾りやすいよね。そうなんだよね。でも何点はやっぱほこりがかほこりがすごい。あー、そう、かぶっちゃうんだよね。でもね、それもさ、うん、こうキュッキュッキュッって拭くのもまた一つ楽しい時間だったりする、うん、グッズだから。はい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 、そう、なんか普通の掃除じゃなくて、うん、なんか彼ら彼女をこうやって可愛がってるような気分になるから、うん、あ、それもいいんじゃないかなって思って楽しむ。なるほどね、うん、いや私さ、テレビ台白いからさ、はいはいはい、あんまりほこり気になんないんだよね。あ、でもさなんかグッズにさほこり溜まっていくことない？ずっと放置したら。あれかな、なんかテレビあってで、うんうん、でそのアクスタ飾ってその前になんか柵みたいなの立ててんのね、うん、微妙に。ほー、それで前からだとで見えないから多分気になってないだけなんだと思う。見てないだけってやつか。見てないだけあ、まあ知らぬが仏みたいなこともあるからねそれ帰ったらやろうかな。ぜひめでてあげてください。ね、で私ね、グッズ、うん、あのアクスタは、まあ、うん、あのそこに立ててるんだけど、うんうん、缶バッジとかあるじゃん。あるあるある。あれとかはあの机、ガラス張りの机にしてて、うんうんうん、で下になんかね台があるのよ。台があって、うん、上がガラスみたいな。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう、はいはいはい、でその台のところにバーって並べてる。すごい、なんかディスプレイみたいな感じになってんの。そう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 、わ、すごいね、うん、めっちゃいいじゃん。じゃあガラスの机を買って、うん、こうなんかちょっと入れれるやつ買ってね。あ、そう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 、したらグッズがすごく綺麗に飾れますよ。そう、とてもいい。しかもなんか上なんだ、私の持ってる机は横からもう手ガンって入れられるやつだけど、うんうん、なんか引き出しタイプとかにすればほこりもかぶらない。すごい、うん、すごい、おすすめです。いや、引っ越しを機にぜひテーブルを新調してみてください。うん、はい、すごいな、いいな、それやってみたい。良いよ、とてもね。うん、ではお次、ラジオネームミクツさん、ありがとう。杉田さん、西尾さん、おつまにです。おつまにです。最近移動中もバンドリをやっているので携帯の電池が常に減ってます、うん、そのせいでカバンにはモバイルバッテリーを2つ常備しています、うん、お二人はカバンにいつも常備している、カバンに限らず家に常備しているものでも OK です、教えてください。むしろ途中で終わっちゃったのかな、うん、かもしれない。ただ代わりに言っといてよ、気にすんないつも常備しているものは何でしょうかみたいな。なんだろうな、ね、でもモバイルバッテリーか、うん、なんかモニカのみんな、うんうん、めっちゃモバイルバッテリーちゃんと持ってるイメージある。確かに私もね、使ってないけど入ってるかな、うん、本当、うん、なんかみんな誰かしら携帯なんかつけてて、うん、私持ってないのよ。あ、だから、はいはいはい、みんなそんなに携帯減るんかと思って見てる。どうだろうね、フルで充電してくれば足りなくなることそうそうないけどね。ないよね、うんうんうん、そう だけどみんな持ってるからすごいなって思ってる、うん、何持ってる、カバンに限らず家に常備しているものでも OK です。家、家、家、まあでも、うん、充電器は大事だよね。あのコンセントピーって刺すやつはね、それはあるけど、そうね、なんだろうな。カバンにいつも入ってるものは、うん、なんかいつ もカバンを変えてもちゃんと持ち歩くポーチみたいなのあって、あ、そこになんかちっちゃいアルコールジェルと目薬とティッシュとみたいな、はいはい、あ、はい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 、っていうポーチはある。まあそれは大事だよね、うん、やっぱりちょっと女子としてもね。そうだね、うん、やっぱ持ってると持ってないとでは違いますから、うん、いいな、なんだろうな、何もなんかある。いや、まあ私もそういうポーチは入ってる。 あとはでも、まあこのなんかこのご時世になってからウエットティッシュはずっと入ってるから。ああ、はいはいはい、でも便利だなって思って、うん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 、今後どんなご時世になろうともウエットティッシュは持ち歩こうって決めた。お、はい、
そんな菅田ひなでございます。はい、はい、では本日の紹介は以上となります。皆さんからの投稿まだまだお待ちしてます。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、絆で乗り越えろ、モルフォニカチャレンジ、イエーイ、イエーイイエーイだっけ。そう、ちょっと今回は下から行ってみた。はい、私たちがさらに成長していくためにチャレンジ企画に2人で挑戦しクリアを目指していきます。今回の挑戦はこちら、駄菓子屋初訪問チャレンジよ。お、聞いたことないの来たぞ。おい、では早速ルールの説明です。はい、お題として駄菓子の組み合わせが出題されます、うん、これの合計金額を予想していくというゲームになっております、うん、はい、誤差が10円以内で正解、うん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 、そして正解したお菓子はゲットできます。おお、やったじゃん、うん、で半分以上正解でチャレンジが成功となりますね。今回は駄菓子屋さんの存在を知らなかったモルフォニカにかけてのチャレンジになるほどなっております。はい、うんうん、駄菓子ね、食べる普段食べないね、うん、もうね、買ったことあるレベルがほんとうまい棒とか、うん、なんかそれぐらいしかないんですよ、うんうん、私駄菓子と生きてない、駄菓子と生きてない結構だガチで多分モニカのメンバーと駄菓子のその知識量は変わんないと思う。あ、リアルキャラクターのね、うん、キャラクターと、うん、そうそう、こんなのあるんだってきっと思う。はい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 、おゆちゃんは？え、詳しくはないけど、うん、まあ、特定の好きなやつは何個かあるかなみたいな、うん、感じだね。今回のお菓子入ってたらゲットしようね、うん、ね、頑張ろう。そう出題されるといいなと願いつつ、はい、ではやっていきましょう。はい、お題はこちら、でででででで、何ですか？ドラチョコ。知らない、なんかちっちゃいドラ焼き2つ入ってる。へー、そしてチョコバット。あ、これはね、これ知ってる、見たことある、チョコレートのうまい棒みたいなやつやな。あ、そう、多分そう、多分そう、そうそうそう。そしてきなこ棒。え、何それ、きなこ棒知ってる、なんか見たことある気がする。ほんとっていう感じのね、この3個でいくらかなというのを、これ相談していいんだよね、2人でね。そうそうそう、これは協力、そう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 、うん、でもチョコバットは、うん、うまい棒みたいだから、うん、でもチョコレートがコーティングされてるからちょっと高いんじゃない、うんうん、確かに、んと20円とか30円とか、多分どっちかだよね、うん、20か30、どっちでいく、うん、でも最近値上がりしてそうだから30円でいきましょう。 30、はい、そしてそしてこれは、これ高そうね、そこで結構高そうだよね。なんかちゃんとあんこっぽいの入ってるし、うんうん、生地っぽいのもちゃんと入ってる、入ってる、そんな成分表見るとねチョコクリームって書いてある。あ、チョ、あ、ドラチョコだもんね。あんこじゃない。そうだ、ドラ焼きではない。ドラチョコ100円。あ、でもするかな、大きいよ確かに。100円するんだったら他買わん、分からんって言って100円だったらどうしようなんだけど。いくらだと思う？70、80。じゃあ80円にしよう。80、間取って、うん、でこれわかんないよな、きなこ、きなこ棒でも蜂蜜入りって書いてあるよ。蜂蜜入り、え、表に書いてあったの、蜂蜜入りって。ほんとだ、そう、いつも入ってる。でもちっちゃいから、うん、50円ぐらいかな、そんな気する。じゃあ50円、うん、ということは50+30+80ですよ。うん、160。お、早い。いや、わかるでしょ。ちょっと今から計算しようかなって考え、なんもだっけって思った。じゃあ、うん、予想は160円です。正解はてん、全部30円だった。そうなの、ドラチョコ安いね。ねえ、あ、そう、これも30円って結構すごい安い、お得ですね。駄菓子ってすごいね。すごいね、100円でお釣り来ちゃうんだ。なるほどなるほど、なるほどなるほど。ではお次の駄菓子行ってみましょう、うん、はい、お次はこちら。お、あ、すごい、なんだろう、これ知らない。チョコケーキ。ケーキ、え、でもチョコ
ケーキだって。これは多分ね、いいねするよ。多分駄菓子の中でケーキだから、うん、チョコケーキ2枚入り、うん、でもさっきのが30円だったからな、うん、でもねこっち結構質量あるよ。あー、ほんと。じゃあ次こそ80円ぐらいかな。うん、行くと思う、うん、そしてカッツ、これ見たことある、お店で。そう、見たことはある、食べたことないけど50円ね、ぐらいかな。うん、ちょっとこれ50円にしよう。うん、で、あ、これ食べたことある気がしなくもない。見たことあるわ。どんどん焼き。どんどん焼きって何？ソース味だって。なんだこれ。どんどん焼きは上質な原料を使用し、サラダ油でフライにしてソースを混ぜ、口当たりをよくお口に合うように調理しました。まあソース味ってことっすか。そうだね、ソースな、スナックかな。じゃあ、さっきカツなんぼって言ったっけ。なんか 50円。ソース味だから50円にしとこう。うん、これ、うん、もうちょっと安い。もうちょっと安いんじゃん。30円ぐらい。30かな。いや、30か40だと思うけど、さっきから高く見積もりすぎだから30にしとこう。30にしとこう。30+50。今50で80。これはそうです、そのぐらいだよね。80、絶対80。また金額一緒だけど。え、また金額一緒になっちゃった。160円。160円です。果たして正解は100円。わ、すごい、ぴったりじゃん。100円。100円でも外れなんだよな。チョコケーキが50円だって ね、 ね、そうなんだ。ビッグカツ30円だって。へー、カツなのにね、ビッグなのに。で、どんどん焼きが20円だって。安いね、そうなんだ。ちょっと難しいな、駄菓子めっちゃむずい。そっか、全然当たんないね。次こそ当てる。当てたい。うん、では次は、はい、こちら。これね、全部見たことあるよ。お、青りんご味の、これなんて言うんだろう。これのね、私ね、ピンクのやつね、見たことあるよ。さくらんぼでしょ、多分。それそれそれ、うん、これなんて言うんだろう。知らない。青りんごとしか書いてない。グミみたいなやつ。あ、そう、餅みたいな、グミみたいなやつ。いくら？これね、でも昔からあるってことは、うん、私が見たことあるってことは、うんうんうん、めっちゃ昔からある。20円。変わってなければ20円。20か30だよな。20円にしとこう。 OK。 これチョコレートやな。これ占いできるやつよ、確か。え、そうなの。そう、なんかね、うん、チョコの下の記号を見て、あ、なんかプチって出した時にかゴミ出るじゃん。うんうんうん、ゴミに、うん、なんかこう20丸良い丸書いたの。ね、占いって言っても4つのさ正解しかないの。あ、そう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 。あ、そうなんだ。20丸丸三角バツ。すごい大雑把だ。そう。で、なんか場所によって書いてあるんだよ、うんうん、なんかこうおしゃべり運とか。あ、本当だ、すごい。遊び運、友達運みたいな。面白い。そう、でも安そう。うん、10円。そんな安いか。ちょっと、え、だってさ、分かんない。チロルが20円だよ、あのチョコの量で。でもチロルチョコってずっしりしてそうじゃん。いや、まあね、カスカスっぽい。でも、集めたらチロル2個分ぐらいにならない。じゃあ30円。30円ぐらいにしとこう。 OK。 これなんだっけ、これ20円。20円。で、今50円ね。はい、キャベツ太郎。これね、食べたことあるよ。美味しいよね。ある、食べたことある。安いと思う。いくらだ。軽いから。うん、確かに。20円。20円。うん、じゃあ70か。70円です。答えは、お、え、すごい、ぴったり、ぴったり、正解。あ、内訳、あ、青りんご、これが30円で、これが20、20なんだ。うわ、天才だこれ。天才のポーズ。天才。すごい、だんだん分かってきた、駄菓子の相場が分かってきた、ね。ちょっとね、いいですね。あの、良さげなやつも安いんだよ、駄菓子って。すごいね。なるほどね。次行きましょう。うん、企業努力ですね。すごい。次はヤングドーナツ。え、おいしそう。うんうん。でも、あ、もうさっきのチョコレートケーキの値段忘れちゃったよ。あれ50とかじゃなかったっけ。じゃあ50円。50にしとく。なんか記事的に似てるから。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、50円。そして須田子さん太郎。え、何それ。なんかすごい、なんだろうね、よっちゃんイカみたいな見た目だね。この魚介類加工品。
ここ魚介類の安そう、うん、ペラペラだもん。そうね、そう、ペラペラ。10円。オッケー、10円ココアシガレット、これね好きなの。これあのさ、私が知ってんのワンちゃんのイラストとか書いてあるやつだった。あ、それありますよね。あるよね、うんうん、なんかちょっと大人になった気分みたいな、タバコ吸ってるみたいな。そうそうよくやってたこれ、ね、これみんなするんだみんなやるよね。いくらだろう。え、これね20か30だった気がするんだよな。20にしよう。20にする。安く見積もらないと負ける。これドーナツなんて言ったっけ。50したら80かな。80円です。正解は、おお、当たってる。すごい、ぴったり80円。ヤングドーナツが40円で、うん、タコが10円、うん、ココアシガレットが30円。おお、あ、だん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 ね、うん、ちょっと分かってきたね。なるほど。いやすごいすごいすごい、駄菓子屋さんでぴったりいけるわね。うん、じゃあお次の問題に行きたいと思います。はい、次はなんだこれ。サングラスラムネ。サングラスラムネ、これは初めて見ました。私サングラスは普通のサングラス。あ、じゃあ、うん、ラムネ、ラムネだっけ。そう、なんかちっちゃいラムネが目の奥にある、うん、じゃあラムネを食べながらサングラスをかける、うん、お、開ける。でででででででサングラス、ででこれ、これがね、あ、これ本体があれね、食べるものね。そう、これ食べ物、うん、これは食べれない。サングラスがおまけ。でもサングラスはちゃんといい値段するんじゃない、うん、おー、バカンスガール。バカンス…あ、入んない。でも入った。すげー、すごいすごいすごい。ピンクだもんね。これ食べながらラムネを食べると、うん、いい女感になれると思うので、うん、80円お、いいですね。80。そしてプラスチックやからな、サングラスが。ラーメン屋さん太郎、なんかベビスタみたいなぽいやつ。でも結構量少なそうだから、ね、10円ぐらい。10円ぐらいじゃないかね、うん、うまいって書いてあるけどね、ボクシングの子が。うん、鶏味っていうことある。鶏味って書いてある。チキンとかじゃないんだね。鶏味。そしてきび団子。すごい、桃太郎、うん、本当に桃太郎がいる。北海道の銘菓なんだね。お、岡山じゃない、きび団子、うん、お土産でもらうのそっち側が多かったけど、うん、でもいくらにする。でもちょっと昔話にあやかってるからちょっといい値段するのかな、うん、あ、しかもね、ちゃんとね、うん、中身入ってる。あ、ぴったり、ぎっしり。50、60、でもどうしよう。意外と安いかな。50ぐらいにしとく。30、40ぐらいにしとく。40、うん、で40と10とサングラスいくらって言ったっけ。私80ぐらい。80かな。じゃあ80 130円です。答えは190。あ、ラムネ高い。サングラス130円する。そんなすんの。今までで一番高いじゃんね。絶対これ5円で125円ぐらい、うん、多分そうだよね。でもやっぱ小学生からしたらサングラスってやっぱちょっと大人っぽいグッズだから130円で買えるのは嬉しいアイテムかもね。確かにね。意外と高かった。きび団子50円だって。あ、うん、ほんと。そう、50円か。ちゃんとずっしりしてるからかな。ねえ、なるほど。おー、あー、すごい面白いね。駄菓子についてちょっと詳しくなったね、うん、で何問やったっけ。4問やった。5問やって2問正解。うん、まあ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 、まあ、どっちかな。まあ、達成感はね、うん、個人的にあるんだけどね。すごく達成感ある。そう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 。なんか駄菓子のことについて詳しくなれたから、うん、すごい。なんか、まあ、多分、まあ、失敗になるんでしょうけども。そうね、半分以上だからね。なんか、でも試合に負けて、でも勝負に勝ったみたいな、うん、なんか気持ちの勝負には勝ったって感じがしますね。そうね、ありますね。はい、ということで、心の中ではチャレンジ成功です。イエーイ。以上、絆で乗り越えろモルフォニカチャレンジでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、モルフォニカインフォメーション。ここからはモルフォニカやバンドリ関連情報をお届けします。はい、
現在ガルパではライブトライイベント調和と変化のアナリーゼが開催中です。イベントと同時にモルフォニカのオリジナル楽曲ソノーラスが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。そしてゴールデンウィーク7日間連続カバー楽曲追加キャンペーンが4月29日より開催。モルフォニカのカバー楽曲は VIP、4月29日15時に追加予定です。お楽しみに。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。そしてアニメバンドリサードシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送していますよ。詳しくはバンドリ公式サイトをチェックしてください。劇場版バンドリエピソードオブロゼリア1約束が全国の劇場にて公開中です。ロゼリアの結成と約束の物語をぜひお近くの劇場でご鑑賞くださいね。そして6月25日公開の2ソングアイアムの前売り券が発売中です。こちらもぜひゲットしてください。詳しくは劇場版ロゼリア公式サイトをチェック。8月9月に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催するバンドリナインスライブ、チケットの月刊武士ロード選考が5月8日より抽選受付開始します。私たちモルフォニカはレイザースイレンとの合同ライブで9月4日5日に登場します。ぜひ私たちに会いに来てくださいね。ガルパ4周年記念展 in ギャラリーアーモにて販売していた新商品を通販実施中です。期間は5月13日23時59分まで。詳しくはブシロード EC ショップをチェックしてください。月刊ブシロード6月号は5月8日に発売です。私たちモルフォニカとレイザースイレンが出演するバンドリナインスライブミソロジーの特別選考抽選シリアルが封入されます。モルフォニカが登場するバイスシュバルツ情報やバンドリ特集も盛りだくさん。ぜひお近くの専門店書店でチェックしてくださいね。キャラクターカードゲームバイスシュバルツからお知らせです。5月14日にトライアルデッキプラスバンドリガールズバンドパーティーモルフォニカが発売です。これ一つでバイスシュバルツを遊ぶことができるので、ぜひモルフォニカのデッキで遊んでみてくださいね。また翌日5月15日からはバイスシュバルツカフェ with バンドリが渋谷の E プラスリビングルームカフェ&ダイニングで開催します。おしゃれな空間でバイスシュバルツを楽しみましょう。詳細はバイスシュバルツ公式ホームページをご覧ください。詳しい情報やその他の情報はバンドリ公式サイト、公式ツイッター、そしてガルパ公式ツイッターでご確認ください。以上、モルフォニカインフォメーションでした。バンドリーガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオエンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールアドレスはこちらです。上にはない、下です。下です。番組ページにフォームがありますので、そちらから送ることもできます。さらに響きラジオステーションの番組ページでは楽屋のトークを配信します。ぜひこちらも聞いてください。そして最後に番組からお知らせです。お知らせです。5月よりバンドリ7バンドのラジオが毎日17時に配信となります。すごい。夕方5時、モニラジは毎週水曜日の放送となります、はい、ので次回は5月5日水曜日17時の配信です。お見逃しなく。すごい、毎日バンドリのラジオが聞けるようになるんですよ。17時からね。すごいですね。365日。うえ、楽しいね。すごい。みんな聞いてくださいね。お願いします。よろしくお願いします。はい、それではお時間です。ということでここまでのお相手は菅田ひなと西尾優香でした。おつまに。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。